アイドル。それはみんなに夢と希望を分け与える存在。きらめくステージ上で輝く照明に照らされながら、美しい歌と踊りで観客を虜にする。世はまさにアイドル戦国時代。レフィーヤがケンキとテアセイントと新ユニットで登場。その名もライズ。何ですかこれ。書いてある通りや。レフィーヤにはアイズトンらと新ユニットを組んでもらう。でもエルフリンクスはどうなるんです。もう解散。解散。レフィーヤは私とユニット組むの嫌。むしろアイズさんと組めるのはご褒美っていうか、アイズさんは大好きだし、新ユニットをウェルカムバッチコーイっていうか。お前は私より剣気を選ぶんだな。エルフリンクスを、私を捨てて。フィルビスさん、レフィーヤなんかもう知るものか。勝手にしろ。許せない。エルフリンクスのフィルビス・シャリア電撃遺跡だ。ロッキーファミリアをぶっ潰す。誰に求めることはある。ロキのところにフレイヤの眷属、奴らも武器と共に多くの戦場を渡り歩いているからな。が今は無理だ。奴らは今面倒に巻き込まれている。特にロキの子供たちは。都市の闇にまつわることだ。お前たちも巻き込まれないよう注意しろ。